はいこんにちはドラッカーの人を生かす系7つの原則で最高業績を生み出す系コンサルタント村瀬康介です今回はですね B2B のビジネスをやられている企業様が陥る重大な罠とはといったドラッカーの観点からの、えー、お話をさせていただきます皆さんの中では B2B のビジネスをやられている方、えー、多くいらっしゃいますでしょうか B2B というのは、えー、例えばパソコンの部品を作られている会社さんが、えー、パソコンの パソコンを作ってる会社さんソニーさんとか東芝さんパナソニックさんにおろして最終の顧客にそれが届くような。 原材料を作っていたり部品を作っていたりおられる会社さんこういうようなイメージですね B2B 最,最終顧客との接点はそこまでない最終顧客には認識されていないような企業様のイメージです実はですねこれがドラッカー的には実は大きな課題がありまして何点かお話をしていきます B2B の企業様で私のクライアントさんでも多いんですけど多くお聞きしますと B2B の企業様はうちは性能がいいうちは品質がいい うちは良いものをこれを徹底的に追求してるんです非常に頑張って作られておられますでも B2B の企業様のこの B さんのお悩みはですね、えー、メーカーさんに買っているこの B さんのお悩みはこういうことを言われますうちはどうも価格競争に巻き込まれているようだ、えー、何が決定要件かというとその実際のパソコンメーカーさん元請けさんの方は価格,あの価格のことばっかり言ってくる、えー、これが非常に厳しいところでなかなか値段上げられないんだという話をするんです 実はこれはマーケティング上ですね。価格競争に御社は巻き込まれているでしょうか。価格競争に巻き込まれているということは、実は非常にこれ良くないんですが、差別化できていないということなんです。ピーター・ドラッカーは言います。もし値切られるとしたら御社は差別化できてない。もっと言うとブランドになっていないということであるんですね。なぜこれ価格で値切られるんでしょう。他に作れるようなところがあるからです。性能品質はいいんですよね。でも差別化できてないんです。他のところで作れるんです。 これが非常に問題なんなんでです。ぜ差別化できてない逆にじゃあ差別化できている事例をお話ししましょうか差別化できていてあまり値切られず価格もよく出せる差別化できてないパターンってどういうパターンなのかパソコンですと分かりやすいので皆さんのパソコンを広げていただくと例えばインテル入ってるインテルなんとかプロセッサー搭載なんて書いてませんあれが差別化できてるってことなんです差別化できているというのは最終顧客に対してより商品の価値を上げて 最終顧客にここを使っってていいるる。から価値が上が上ここを入れているんだうちは入れているんだと認識されるもっと最終顧客にその製品名この部品名の固有名詞で認識されている固有名詞で認識されているようなことを差別化できているブランド化できているという一つの基準となりますこれが入っているんでこ,この製造所のこれが入っているんだねこのベアリングが使われているんだねで最終顧客とと、の接点がないと なかなかこののブランド化差別化っていいうのはしにくいんですよねでもっと大切な問題としてピーター・ドラッカーは言うんですけどね結局自社の商品がどこへの価値が最初につながっているのか下流工程としてどこにつながっていくのかそれが分からなければよりいい製品より部品でもですねよりいい製品をこの B さんメーカーさんだけに聞いていたのではですね元請けさんに聞いていたのだけでは非常に情報も少なくなりますしよりいい製品製品のブレイクスルーなんてなかなか生み出せない。 マーケティングとというのは顧客を深く理解すすることですもちろんこの元請けさんを理解することも大事ですが最終顧客にどのように使われてどのような価値が出るというのは分からなければうちは B2B だからというとですね非常にアイデアもこの、えー、製品の範囲も限られてくるといったことなんです。事業アアイデアも限られてくると ということになりますですので B2B さんはですね私はあのアドバイスをさせていただいてるんですが C さんに向けて固有名詞で使われたり C さんに向けて認識されるようなこのブランド化されるようなえ価値をより付け加えるような活動が欠かせませんでは「御社のこれ使いたいんだ御社のこのネジ使いたいんだ御社のベアリング使いたいんだ御社のこの部品を搭載しておけば顧客が認識して高くなるんだとなると値切、ね、ることができなくなるんですよろしいでしょうか 性能品質ではなく、価値より顧客についての価値を上げるもっと言うとブランドを上げるというところそれにシフトしていかなければなりませんそのためにはですねシートの環境をいかに作るかわしのクライアントさんでもおられるんですけど B2B B, B, B さんにおろしているだけで実際のクライアントさんの顔は見たこと実,際の実際のお客様の顔最終ユーザーのお客様は見たことないという方が非常におられたんですねそういう方には私お願いしてるんです最終ユーザーとの接点を必ず作ってください 例えば最終ユーザーにその部品であるとかその一部の例えば食材でもいいですを味わってもらうような直接の販売も開くであるとか最終ユーザーに工場に来てもらってそういうような部品を認識してもらうその食材を認識してもらうような最終ユーザー向けの販売ルートを作り上げるそういったことが非常に大切になります。ここの B2B B のブランドでは非常に有名かもしれないですけど C へのブランドを高めていく。 皆さんも b t o b のブランドが一つあるとしたら C 向きのブランド直販ルートをいかに作っていくかこれ B さんに怒らせてはあれですけどそれは非常に大切なことになります、えー、よろしいでしょうかそのためにこれブランド化最終ユーザーとの接点をいかに作るか、えー、これがです、ね、最終ユーザーへの価値を上げていくブランド化,価値,化価値を上げるといったことを差別化するには欠かせないといった点になるんですこれが一つ目ですもう一点実は課題ががあります最終ユーザーザの顔が見えていないなと 実は社員さんんのモチベーションってなかなかか上がりにくいんですね。一生懸命部品を作っていても食材の一部を作っていても最終のお客さんが「おいしいね」とか「これ使うと本当便利だね」って言ってくれないと社員さんうちのこの部品どこになるんだろうこの食材どこに使われるんだろうといったことでなかなか認識ができないんです。ですので社員さんの士気が上がりにくいといったことがあります。ですのでね工場に、えー、実際の私の クライアンさんんの事例でもあるんでもも、あるすけど工場に実際のお客さんに見学に来てもらっておこんなことを実際あなたのところで作ってるんだっていただいたり、えー、食,材食材の、えー、メーカーさんでですね、直接のお客様向けのルートお客さん向けの製品を作って見てもらうとお客さんこれおいしいねと本当に素晴らしいねと言ったら社員さんのモチベーションも上がったということがあるんです。B2B さんですとですすすとととね、これ一番のままめていきますと課題は、 マー,ケティングマーケティングと顧客を深く理解した企業が生き残れるピーター・ドラッカーですマーケティングとは顧客を知り抜くことです。その範囲が限られるために事業アイデアまた新商品、新サービスなどを作るときにそのアイデアブレイクスルーが非常に限られてしまうといったことになるんですねちょっと変な横文字になっちゃいましたね。そのアイデアであったり顧客についての、えー、いろんな機会が限られてしまう。 それが非常に問題ででですすので最終ユーザーの C を忘れることは決してあってはいけません経営計画の時に B2B うちは B2B だとしても C 向きの商品であったり C 向きのアプローチというのを必ずこれから考えるようにしてくださいそうすれば C の方最終ユーザーが認識していれば御社は B の方から落とされることこの B の直接のメーカーから落とされることはありません ななぜなら、インテルが入っているそれが一番の分かりやすい事例です。それを使いたいインテルコアプロセッサーを使いたいという、えー、消費者の指示があればここはそれを無視することができないからです、えー、ぜひご参考にしていただけましたら幸いですブランド価値,化する価値を上げる系では B2B 必ず最終ユーザーの C を意識していきましょう社員さんのモチベーションもそれで上がります 私は個別のこういったコンサルティングもぜひやっておりますので必要であればぜひ私の方にお声がけいただけましたら幸いですドラッカを生かした販路開拓マーケティングそういったコンサルティングを指導させていただいておりますご参考にしていただきましたら幸いです本日はご視聴どうもありがとうございました